こんばんは。中学校部活動の地域移行フォーラム、今回は8回目を迎えました。で、実はですね、今日は非常に私個人的に楽しみにしているところがあります。今までも様々な地域での部活動のあり方っていうのをお伝えしてきたんですけれども、その部活動をさらにちょっと大きな枠で教育という側面からも、見られるんじゃないかなと思って、とても楽しみにしています。今日はですね、今もう私立の中学校でもこの部活動改革というのは始まっているということで、聖学院中学の教頭先生でいらっしゃいます日野田正人先生にお越しいただいております。それからもう一方は、こちらはですね、長野県の佐久穂町でしょうか、大日向中学の校長先生で長沼豊先生。長沼先生はすでにですね、ご存知の方多いと思いますけれども、元学習院大学の教授でいらっしゃって、そして、日本教育実践研究所の所長でもいらっしゃいます。とにかくどうしてもその部活動が地域に移行するんだよって、そこばっかりこう焦点が当たりがちなんですけど、もうちょっと大きな高いところから見ると、これはさまざまな意味を持っていることではないかなと、私、この頃本当にしみじみと感じ始めています。その点もお話ができたらいいかなと思います。ちょうど夜の7時半からですね、夜の9時まで皆様にお付き合いいただきたいなと思っています。今回はこのもう一つ目的がありまして、今までは文部科学省中心の施策というものを皆さんにお伝えしてきたんですが、実は経済産業省、経産省もこれに関わっているんですね。なぜかというと、学校のいわゆる勉強というのは文部科学省が管轄してるんですけれども、塾というのは経産省が管轄してるんです。そういう意味もあって、経済産業省はこの部活動の地域移行にちょっと文科省とはまた一つ違う形でアプローチをしようとしているわけです。そのあたりも少しお伝えできたらいいかなと思っています。さあ、それではまずですね、この1ヶ月いろんなことがありましたが、スポーツ庁のホームページにまた新しい情報が載っていました。それでは、岸田さん、ちょっとお願いしてよろしゅうございますでしょうか。はい。皆さん知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、画面の共有をさせていただきます。スポーツ庁の方から、運動部活動地域移行に関する実践研究事例集というものが出ました。これは昨年度、運動部活動地域移行推進事業を受けた、助成金を受けた団体の報告書ということになります。皆さんもぜひ、いろんなスポーツ庁の方、このように出していますので、見ていただければいいんですが、こういうように概要であるとか、位置図であるとか、イメージであると、市町村型、地域スポーツ団体型という形で、使われていますので、ぜひ一度ご覧いただければいいかと思います。で、スポーツ庁の場合は都道府県市町村が受けて、クラブとかにもまた受けているので、報告は市町村がとか都道府県が書いています。で、もう一つ皆さんにご紹介したいのが、同じくこれは文化庁が出している報告書です。こちらも同じように北海道から順番にこのように報告書が出されています。文化庁の場合は都道府県を通さず直この受ける団体が受けていますので、このような形で直接報告書が出来上がっていますので、ぜひ皆さんも一度ご覧いただければいいかと思います。以上です。さあ、それではですね、先ほどご紹介しましたけれども、この後はですね、聖学院中学の教頭先生です、日野田正人先生にご登壇いただきたいと思います。日野田先生、ありがとうございます。今日はこちらこそお招きいただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、もう私立中学校でも部活動改革が始まっていると伺って、私本当に、すごい大変なんだなと思ったんですが、私立中学っていうのもやっぱり今相当大変なんですか、働き方改革とか。
そうですね。公立の先生も大変だと思うんですけど、結局私立の先生も基本的には同じ仕事をしていますので、その前提に考えると、どこ、私立であろうが、公立であろうが大変なことは変わりがないかなと思います。じゃあ先生よろしくお願いいたします。い。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、画面共有させていただきます。はい。ありがとうございます。では、およそ、10分ほどお時間をいただきまして、本校の部活の完全外注への取り組みについてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本校の、取り組みの特徴は大きく3つありまして、1つは、部活の指導員をスポットで投入するのではなくて、もう技術指導に関しては全てその方にお任せをする。私もサッカー部の顧問ですけれども、前まではジャージを着て、グラウンドでボールを一緒に蹴っていましたけれども、もう今、グラウンドでボールを一緒に蹴ることっていうのはありません。で、二つ目は、その指導員を確保するというために、保護者から費用を月5000円いただいているというような取り組みになります。で、三点目に関しましては、学校の施設をですね、パートナー企業のリーフラス様にお貸し出しをし、それで指導員費用を相殺するというこの3つが大きな特徴になります。で、なぜこのような取り組みを始めたのかというふうに申しますと、一般的な教員の1日って大体こんな感じになっていると思います。1日に授業が4時間ぐらい持っていて、空き時間としては大体2時間ぐらいあるわけなんですけれども、その中でも小テストをチェックしたりとか、ノートの採点をしたりとかっていうので大体1時間ぐらい潰れます。で、6時間目の時間、ここは、例えば空きだったとして、次の日の4時間分の授業というのを、再度確認したり準備をします。で、修例が終わると、大体2時間ぐらいですね、部活の指導をして、で、終わった後に、私だと社会科の、主任をやってた時期がありますので、社会科の会議を行ったりというふうな形をしていました。で、そうするとですね、どうなるかというと、自分のクラスでですね、問題が起こった時っていうのは、部活に行こうか、自分のクラスの生徒の面談をするかっていうのをすごく迷います。で、かつて、10年ぐらい前までは、自分たちでクラブやっとけっていうようなことができたんですが、最近だと、やはり学校も安全を、生徒の安全を特に確保しなければなりませんので、自分が行けない場合にはですね、部活を急遽カットしなければいけないっていうふうな状態が起こりました。ただ、生徒たちとしてはですね、当然授業も楽しみですが、その日の部活動、久しぶりにグラウンドを使えるっていう、その悲願でですね、急遽カットになるっていうのは、とてもなんかすごい悲しいことだなというふうに思いました。そんな中で、生徒たちにもですね、部活動を、満足させたい。けれども、先生たちにこれ以上仕事をやっていただくわけにもいかないというふうに考えている中で、なんとかしてですね、この部活動の改革をしなければいけないということだけではなくて、私たち教員の考え方自体をちょっと変えなくてはいけないのではないかと。部活もやり、授業もやり、クラス運営もやるということの、この仕組み自体がちょっと難しくなってきたんじゃないかなというふうに考えました。で、ただ、部活動は生徒にとっても重要な教育の機会だというふうに考えていますので、先生たちが大変だから、だから切り離そうというふうな考え方ではなくて、果たして部活の指導をですね、教員が抱えるということが本当に生徒のためになっているのかというところから検証をしました。まず、現状どうなっているのかというふうなことを考え、その後、私たちはどのような状態を目指しているのかというふうなことを考えたときに、やっぱりこの10年ぐらいですね、アクティブラーニングとか、ICT、プログラミング、いろんな教育が、教育学業界の中に入ってきた中で、やはり先生たちの多忙化というのは進んでいるのは間違いない。そんな中で、部活の指導をやるのが当たり前だったのが、若手の先生方を中心にですね、部活やりたくないっていうふうな方々の気持ちも、一定限わかると。じゃあ、それを両立できるような取り組みって何なのかなというようなことを考えてみました。で、当然、私ども私立の学校ですので、学校としてですね、何を大切にしているのか、どのような生徒を育てたいのかっていうことを考えたときに、やはり、学校にな
あとはその放課後の時間をどうリデザインするのかっていうふうなことを考えたときに、まあ、何よりもやっぱり一番力を入れなければいけないのは授業であろうと。で、その授業の中で部活動で実現されるようなもの、まあ、例えばチームワークとか、忍耐力とかっていうのも本来授業で身につけることもできる。ただ部活動というものも両立できるような形ができないだろうかということを考えました。でそこでですね、多くの学校がやってらっしゃると思いますけれども、スポットで週に1回ですね、学校のお金で指導員を雇って、で残りの、まあ、週に4日ぐらいは、顧問が持つみたいな形をやってみました。でただ、週に1回来てもらってもですね、残りの4回は私が出れるかというと、まあ、いろんな会議とかですね、いろんな打ち合わせがありますので、まあ、生徒たちだけで活動させるわけにはいかない、でも自分も行けないってなった時に、まあ、いろんな方々にお願いしてですね、6人の方々に来ていただいて指導のサポートをしてもらいました。ただもうこれは大失敗でした。教える人にとってですね、例えばサッカーでいうとボールの上に座っていいのか悪いのかって、その指導員の信念によって変わってくるので、まあ、それをすり合わせることはできない。でそうすると、まあ、生徒たちは今日はボールの上に座っていい指導員なのかダメな指導員なのかっていうのがわからないっていうふうなところでなんかうまくいかないなと。卒業生の子にもやってもらったんですが、まあ、卒業生の子はやっぱり大学卒業してしまうと来れなくなってしまいますし、まあ、やはりボランティアで来てもらっている方々にはですね、指導の質が低かったとしてもなかなか文句が言いにくいです。で問題はあまり大きな問題は起こらなかったんですが、まあ、責任の所在が曖昧になりますし、あくまでですね、私が主で指導員が従という関係を、継続すると、まあ、これはもう多分何も変わらないんだろうなというふうなことを考えますので、ちょっともう一回ゼロベースで考えようと、まあ、新たな発想のもとに、まあ、新たな仕組みを作りましょう。で何度も何度も私どもの学校の中でも議論をしたのは、目的は先生たちの働き方改革ではない、それは手段であって、目的はですね、生徒が満足できるような環境を作るということだよねと。そのためには継続的な取り組みにならなければいけない。じゃあ一番のボトルネックって何かというと、良質な指導員というのをちゃんと提供すること。でそのためには十分な資金というものを確保する必要があるということを考えました。ですので当然学校経費でもですね、投入をしていますけれども、まあ、それだけだとですね、部活動を広めれば広めるほど苦しくなってきますので、保護者の方から指導員費を月いくらか頂戴するというふうな形を取りました。順番に丁寧に説明しながら広めていくというふうな形になっております。私どもの取り組みの、外観ですけれども、まあ、このような形で、まあ、本校とですね、パートナー企業であるリーフラス株式会社様と業務委託契約を結びまして、私どもの学校で、まあ、指導を求めている部活が、例えば中高の卓球部だというふうにお伝えすると、まあ、リーフラスの方で、その卓球を指導できる人ということを見つけていただく。で次に高校サッカー部見つけてきてほしいとなると、リーフラスさんが他のサクシードさん、エデュケーションネットワーク様と、まあ、一緒に協力をしながら人を見つけてくるというふうな形になっています。でこのスキームの大きな特徴としましては、派遣したらはい終了ではなくて、まあ、当然指導員をその後ですね、サポートをしなければいけないですし、まあ、当然支払いのオペレーション業務とかですね、急遽指導員が体調不良になった時に、まあ、その指導員の派遣どうするかとかっていうふうないろんな雑務がありますけれども、まあ、そのあたりもリーフラスさんが頭になって全部受け負っていただくというふうな形になります。当然右側にありますように、1クラブあたりにかかる費用というのは、まあ、大体年間で200万程度の金額はかかるわけですが、まあ、この金額をですね、学校として確保しなければいけない。じゃあそれだけの価値のある取り組みなのかというようなことを考えたときに、まあ、実際にやってみますとですね、幽霊部員が整理できますし、各部活動の活動を正確に把握することができるようになりました。でまた学校のスケジュールに合わせて練習が組めますので、文字通り文武両道の取り組みになりますし、まあ、どうしても私たち教員がやるとですね、先ほどお見せしたように、結構忙しい中で部活に行きますので、まあ、部活の指導が終わったらすぐに、ダッシュで会議室に戻って社会科の
会議みたいな感じになりますので、まあ、生徒とですねゆっくり話ができるのって日曜日の練習試合の前後ぐらいしかないっていうふうな形だったのが、まあ、指導員はですね練習始まる前に30分前に来てもらって、あの全員が帰るまで必ずそこにいてくださいという契約になっています。でまたあの契約ですので緊張関係がありますから、あの指導員に問題がある場合には交代をしてもらうというふうな形になっています。まあ、その他はですね今まであの教員がやっていた、まあ、当たり前のものがですね、いろんなものが解決するというふうな取り組みになっているかなというふうに思っています。でただ、これをですねいきなり5クラブでドンと、やってしまうと、まあ、どんな問題が発生するかというのが分かりませんので、丁寧にゆっくりと、関係者に説明しながら、効果の実感も確認しながらですね、最初は2020年度はアルファテストとして2クラブで、2021年度は、さらにプラス2つにして4クラブで、2022年度は、高校野球部を含めて、まあ、現在5クラブを、外注に出しています。でそうするとですね、まあ、いろんなものが変わってきます。何が変わるかというと、あの生徒の意識が一番変わりました。私自身はあの中学サッカー部の顧問をやっていたんですけれども、あの指導員を入れてからの生徒のですねアンケートを取るとちょっと悔しいんですが、前よりやるみんなやる気を出したとかですね、左側にありますように先輩により敬意を表すようになったというふうな、まあ、ポジティブな反応があったりとか、中学野球部ですね、これはあのとても嬉しいんですけれども、右上にありますように笑顔が増えたとか、右下にありますように気軽にコーチに話せるようになったなどの、ポジティブな反応が、まあ、返ってきています。で教員サイドで見たときにもですね、あの先生たちの、あの業務量というのはあの明らかにやっぱり減りました。ただ、まあ、大きなですね変化としては、まあ、先生が職員室にいなかったのがいるというこの当たり前が作れたことっていうのがとっても大きいかなというふうに思っています。皆さんもご経験あると思いますが、勇気を持って職員室の、扉をノックして何々先生いますかっていうふうに聞くと、いないと大体で中にいる先生に勇気を持ってですね、何々先生どこにいますかって言ったら知らんわそんなものっていうふうな会話があの行われていることが多かったと思うんですけど、今先生たちは当たり前のように職員室にいます。生徒たちが相談したいときに相談ができますし、先生同士での会話も増えてきました。とっても生徒の話をしたりとかですね、授業の話をしたりとかっていうふうな空間が増えてまいりました。でこの取り組みを通してですね、私どもの方で考えているのは、あの部活を外注に出すかどうかだけではなくて、まあ、学校とはそもそもどうあるべきなのかというふうなことを校内で議論しています。で今までですねはあの学校がいろんなものを抱え込んできたと思います。ただ、まあ、学校のリソースは限界ですし、学校が担わなければ役割ってとってもたくさんあると思いますので、むしろ地域の人材をですね、学校の中に入ってきていただいて、例えば私もの学校の近くですとですね、あの将棋が好きな70歳のおじいちゃんとかがいるとすると、その方に来ていただいて生徒とあの昔話をしながら将棋を打ってもらうとか、おそらく、企業経験が終わりで簿記の資格を持っている方とかっていらっしゃると思うので、まあ、そういう方に来ていただいて簿記とは何かということを教えてもらうことによって、まあ、生徒にとってもあの教員以外の大人と出会う機会になりますし、まあ、地域の方にとっても学校がコミュニティの場になるというふうな、形になるといいかなというふうに思っています。最後のスライドになりますけれども、生徒にとってもですね、あの部活動だけが放課後ではなくて、いろんなものが選べるようにしたいなというふうに思っています。一つのスポーツに固執するのではなくて、まあ、例えば中学はですね、あのやりたいスポーツを何でもできるというふうなクラブを作ったりとか、またあの本校はあのグローバル教育を売りにしてますので、あの海外研修にクラブに入るといけないっていう風な雰囲気が、ない学校になってきました。あの顧問の先生にもですね相談して、海外行きたいんですけどって言ったら、いいよ行っといでっていう風な感じに今学校としても変わってきています。また教員にとってもですね、あの働き方が選べるっていう風な形を作りたいなっていう風に考えています。当然ですね、教員によってもライフステージによってですね、あのプライベートの忙しさは変わります。今私は43歳で小学校6年生と中学校2年生の娘がいるんですが、まあ、今はあと子育てがある程度落ち着きましたので、まあクラブをやってたとしてもなんとかなりますが、10年前子供がまだ2歳ぐらいだった時にはですね、やっぱり家にいたかったなと思います。
で、ただ例えばあと10年後、53歳になった時に私の父が85ぐらいになってるんですが、次に訪れるのはおそらく介護の問題がきます。なので人によってできる時期というのは必ず変わりますので、学校の教員って授業もやってクラブもやって、担任もやって公文書も全員が一律同じことをやらなければいけないということが、まあ、苦しくなっている原因になっているのかなというふうに思います。まあ、これらの取り組みを通して教員だけではなくてですね、生徒も保護者の方も、まあ、世の中全体の方々も学校というものに対する見方もしくは考え方というのを、まあ、一緒に議論をするきっかけになればなというふうに思いながらこの取り組みをしています。以上でございます。野田先生ありがとうございました。なんかこう教員の方のライフステージっていうのを考えながら、そりゃそうですよねって今思いながらしみじみと伺っておりました。ちょっとやっぱり気になるのが、どうしても外注に出してしまうと費用がかかってしまうということになるのかと思うんですけれども、今月々保護者の方からは5000円を徴収しているということですね。はい。でその他にさっきおっしゃってたのは、まあ、それだけでは賄えない分、その工程をリーフラスにお貸しするということですか？あ、そうです。工程体育館などを貸し出ししています。はい。で、じゃあリーフラスさんはそこで自分たちの営業活動ができるということですか？まあ、営業活動というか、スポーツスクールを展開されていますので、はいはい。その活動の場所として提供しています。なるほど。はい、本来だったらば、じゃあリーフラスさんは場所をお借りするときに場所代を払わなきゃいけないんだけれども、その場所代のお支払いの代わりに教えてくれているというような、そういう理解でよろしくございますか？そこで金額を少し相殺させていただいているということですね。ああ、なるほど、わかりました。どうですか、実際この取り組みをやりになっていいなっていう感じはありますか？そうですね、いろんな問題が起こります。当然それは教員が教えててもそうですし、人に物を教えるという時には当然いろんな問題が起こりますけれども、まあ、何よりもリフラスさんの指導の基本原則が、怒鳴らない、スポーツを通して人間力を育成するというところのビジョンが一致していますので、まあ、その度にですね、生徒のためにこの取り組みがなっているのかということをリフラさんと話し合いをしながら、進めていますので、私たちとしてはこの取り組みをですね、聖学院だけの取り組みにしたいわけではなくて、まあ、いろんな学校の方々がですね、これをきっかけに、まあ、自分の学校のクラブの在り方っていうのを検討するきっかけになってもらえればなというふうに思っています。なるほど。実はまあ、こういったリフラさんのようないわゆるまあお勉強で言うと塾みたいな形ですけど、スポーツの塾みたいで、そこからこう指導者を派遣していただくという、こういうシステムは、まあ、今回は、私立の聖学院、中学の例をご紹介いただいたんですけれども、自治体でも、いや、どうにもこうにも頼む人がいないので、まあ、こういうスポーツを扱う企業に頼もうかな、っていうふうに考えてらっしゃって、実際に頼んでらっしゃるところも出始めてるみたいですね。だからそこの問題はやっぱりこう金額ということ、向こうもね、営業活動で利潤を上げなきゃいけないっていう活動でやってらっしゃるわけですから、そこの折り合いがうまくつくのかっていうことなんだろうなと思います。さて、この今お話しいただいた日野田先生と、研究会でもいつもご一緒になさっている、長沼先生。長沼先生、今のご発表どのようにお聞きになりましたでしょうか？はい、日野田先生どうもこんばんは。もう日野田先生2年ぐらい前でしたっけね、私学校に行ってアドバイスというかさせていただいて、その時はまだまだ手探り状態だったんですけども、はい、やはり段階を踏んでやってこられたので、多分いろいろ細かいことで言うと困難もあったと思うんですけども、徐々にこう、聖学院モデルっていうのがね、確立されてきたんじゃないかなっていうふうに宮島さん見てたんです、今。うん。あれよかったですね。アルファ、ベータ、ティータって言って、最初の年、次の年、そして3年目というように、徐々にこう変えていくって、これは非常に面白いなと思いました。
これ参考になると思いますね。私が話しますけど、この後部活動の地域移行、地域展開って、ね、やっぱりね、少しずつこうやっていかないとね、どかっていうのはなかなか難しいと思いますね、改革っていうのは何でも。ああ、なるほどね。ああ、そのポイント大切ですね。はい。それじゃあ、長沼先生、長沼先生のところの学校のお話をちょっと私から、少し、させていただきますけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この長野県の佐久穂町ですか、先生、これ。はい、そうです。はい。ここにですね、イエナプランの教育。いわゆるイエナプランっていうのは、私もものの本でちょっとこう読んだことがあるかっていうぐらいなんですけれども、日本の小学校だったら同じ年齢の子が1年生、そして2年生、3年生ってこうなっていくんですけども、異年齢の子が互いにこう学び合っていくというような、これはオランダなんかもやってたように思うんですけれど、はい、そうですね。で、はい、こういうちょっと変わった日本で唯一のだったんですが、日本初のイエナプラン中学ということで注目を浴びています。はい、で、まあ、先生はもともとね、大学院、学習院の、大学で教授をされていて、教育とは何ぞやということをずっとお考えになっていた先生ですので、その先生がこの部活動の地域移行というのをどういうふうに考えているか、ここを皆さんにじっくりと注目して聞いていただきたいなと思います。では、長沼先生、お願いいたします。今のチャットの方には、ありがとうございます。そうです。私の方からも言わなきゃいけませんでした。先ほど日野田先生のパワーポイントも、そして今の長沼先生のパワーポイントも、資料は全部チャットボックスの方に入っておりますので、必要だなと思う方はそちらの方からダウンロードしていただければと思います。ありがとうございます。ではお願いします。はい、見えてますか？はい、見えてます。はい、それでは今、ご紹介いただきました長沼です。この会にもですね、何回か参加をさせていただいて、とてもいい会だなと思って毎回聞いておりました。ありがとうございます。今日は光栄でございます。ありがとうございます。宮島さんがですね、最初に部活改革を考えたときに、ある、大学の先生のところに行ったら、その先生は、部活動を徹底的に維持するっていう人なんで、耳を貸してくれなかったって言ったんですけど、もし私のとこに来られたら変わっていたんじゃないかなと思いましてですね。はい、もう私改革考えていく人間です。ただですね、もともと中学校の教員なので、私自身は部活動大好きな教員で、日野田先生と同じように若い時は13年間、もう大好きな、もう顧問として、バスケ、水泳、ボランティアってなんか3つも顧問やっちゃったような、そんな人間だったんですが、まあ、その後、部活動の改革に、まあ、取り組んで、現在に至ってます。今、ここに、自己紹介というか、プロフィールを書きました。で、ここにないこととしては、文化部のいわゆるガイドラインですね。総合的な、あり方のガイドラインの座長をしておりました。あれも結構こだわりがあってですね、スポーツ庁が先出したんですが、後から文化庁を出すっていうんでですね、いろいろ考えて、スポーツ庁には、ぜひ見比べていただきたいんですけど、入ってないものもですね、いろいろ、こだわりを持って入れ込みました。こんな本も出しまして、今日はこの本の中のエッセンスも部分もですね、改革の道筋などもお話をしたいと思ってます。で、10分しかありません。あ、これは何でしょう。あ、すいません。テレビこうやって取り上げれたら、もう最近は出ないんですけど、最近新聞が多いですけども、こんな形で取り上げていただきました。2000ですから、私は16年、17年あたりからバス改革に取り組んでます。これは新聞ですね。はい。最近出た毎日と読めるかな。まあ、こんな形で、いろいろ提言をさせていただいてます。はい。で、今日宮島さんからいただいたのはお題は2つあったんですけども、1つは、今お話があったように、私立の場合はもう企業とね、直につながることができるんだけども、じゃあ効率はどうすべきかっていうことについても、まずお話をするということです。それから、部活改革ということで言うと、2番目にですね、本来、じゃあ、今どうすべきかということで、まだまだ進んでいない、ソロスターターの自治体学校に対して、ぜひ提言してほしいということを依頼を受けましたので、先にまず結論から言っちゃうとですね、公立の場合はなかなか企業と直ってわけにいかないので、まあ、教育委員会がつながればいいんですけども、地域で NPO をですね、立ち上げて、そこで徐々にこう、地域移行を展開をしていくってことを考えたらいいんじゃないかなと思います。で、NPO であれば、そこから助成金という形で行政からお金を取ってきたり、あるいは企業からお金を、取ってくる。クラウドファンディングをやるとか、いろいろやりやすくなりますので、
まあ、こういう手があるんじゃないかなっていうのを、まあ、最近では提案しています。それから、一般的に改革でまだまだこれからっていうことをでですね、何するのっていうところは、実はですね、いきなり地域移行と考えないで、実はやることはまだ、できることありますよっていうことをお話をしていきたいと思います。で、まず私はですね、地域移行とは呼ばないで、地域展開というふうに呼んでいます。その理由は3つありまして、1つはですね、移行という言葉のイメージ、そのまま移していくって考えていいと思うんですが、それはね、不可能ですね。つまり、1校の1つの部を移すって考えちゃうと、必ず人物の金がないじゃないか、受け皿あるのかっていう批判にさらされるんで、そんな簡単にはいかないんですね。簡単に言ってたらもう移してるわけなんで。ですから、移すっていう、まずこの言葉を使うとなかなか、広まらない可能性があるっていうんで、私はね、展開って呼んでます。地域で動かしていくっていう感じですね。もちろん移行も含めてってことなんですけれどもね。それから二つ目に、移してはいけないこともある。これはこの回でもたびたび取り上げられてきましたけど、運動部などで抑圧的な指導とか、あるいは悪しき伝統のようなもの。これはね、移さないで、地域に展開していくときには、もうなくしていこうっていうこともあっていいと思います。それから二つ目に、この地域クラブ、新しく作るっていうことでもなくていいんじゃないかと思いますね。いろんな既存の大人たちのクラブに一緒に入っていくっていう発想もあっていい。そう考えると、すでにあるところに入っていくってことなので、まあ作りやすいっていうこともありますね。まあこんなことをまず捉えていくと、少しは、やりやすくなるっていうふうに捉えています。で、このクラブっていうのは文化庁の先ほどご紹介があった資料集でも使われている言葉なんですけども、私実はこれね、文化庁の方で徹底的にこの言葉使いましょうって言ったんですね。明治時代のクーラブの当て字のこのクーラブ、共に楽しむ場所って意味なんですね。まさにこれだと思います、部活の原点は。これを地域クラブでやっていく。ぜひ運動部もこのクラブ使うといいんじゃないかなと思うんですけどね。で、もう一つは、休日だけって言ってますけど、文科省は3年間で、休日だけ。で、その後、平日って言ってますけど、これいかにも中途半端です。先ほどの日野田先生の言葉を借りると、ボールの上に、サッカーボールの上に座っていい先生と、平日の先生は座っていいと。休日の指導者はダメだって言ったらですね、どうすんの子供たちはってですね、いかにも中途半端です。作戦、まあ、ボールならまだいいですよ。作戦が違ったらどうするのってことなんで、もうこれはですね、平日も含めて、まあ、5年計画ぐらいで、一気にやってった方が、実は効率がいいです。下手をすると、休日だけ動かすと、なんでこんなの難しいじゃないかって言って、もっと戻っちゃう可能性があってですね、せっかくの苦労が水の泡になりますから、これで行くといいですね。私の関わっている掛川市はですね、令和9年度、つまり5年後には全面展開しましょう。しかもね、地域展開って言葉をちゃんと使ってくれてます。ぜひ、掛川市教育委員会の部活のページ見てください。すでに令和9年度、地域展開します。で、これはね、市長さんもね、乗り気で、教育長も乗り気でですね、町ぐるみで、市ぐるみでやろうっていうことなんですね。これ、ポイントはですね、やっぱりね、市長部局、首長部局も巻き込んで町づくりにしていかないと。だから私、展開って呼んでるんですけど、単なる移行じゃないよってことなんですね。という考え方でやったらどうかってことです。で、今、掛川って言いましたけども、先ほど紹介があった運動部の事例集と文化部の資料集、ぜひ見比べていただくとですね、いわゆるモデル地域として、受託をした教育委員会が、名前が出てます。一覧表が。あれ見ると、掛川ね、両方入ってます。運動部も文化部も両方受託受けてですね、もう一気にやるぞってことなんですね。で、他にないかなと思ったら、実はね、埼玉県の白岡市も両方入ってます。で、実はね、ここも私のアドバイザーに入ったんですね。で、来月ね、またね、ドカッとね、イベントやるんですけどね、花火打ち上げるんですけど、もうやる気のあるとこはそうやってね、もう動いてるんですね。だからね、こういう形で展開していくってことがね、モデルとして広まれば、先ほどの日野田先生の私学モデル、公立モデルはね、先ほどの事例集の中からいいものをね、どん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 こう真似していくってことで広まっていくんじゃないかと思います。で、私は日野田先生と全く同じ考えで、段階的にね、やっていく必要があるということで、これはもう私の本の中で、本の段階ではバージョン1だったのがですね、最近ホームページではバージョン2に展開して、もうこれ2018年の段階でこれ言ってたんですけども、こうやってですね、上から下へ徐々にですね、できることはまだたくさんあって、ガイドラインができましたから、今フェーズ1から2ぐらいまではいけてるかもしれません。でも3はまだ厳しいかもしれませんね。選択制ができるためには部の数減らさなきゃいけない。そのためには4の外部のところをどういうふうにサポートを得られるかということを考えていかないといけないですね。で、多治見市がやってる岐阜県のですね、
夕方からは外部化していくっていう発想もあっていいですね。で、私の目的は最後は完全移行で、プラス必修クラブの復活ってこれを掲げてます。学校から全部出しちゃったらもったいないです。だって教育的意義があるって散々皆さん言ってるんですから、必修クラブだけ残して全員はやるぞっていうのを週1時間でも2時間でもやった方がいいんじゃないかって言ってます。で、実はですね、この5と6の間ぐらいにね、これを入れていきたいんですね。合同部活とか拠点校ってずっと言ってます。地域移行はいきなり難しかったら、まず公立の学校、これをやったらどうですかって言ってるんですね。で、やってる地域もありますね。人口が減ってきちゃってるところはもうすでに始まってます。北海道の標津市とかね、やってます。これ、人口が多いところは神戸市もやってますが、合同部活。チームが作れないんだったら、一緒にやりましょうっていう発想で、そうするとね、まず子供たちが移動してきます。一校だけは移動しないんだけど、他全部移動が始まるわけですね。で、この形をもっと進めるのが右側の拠点校方式です。もう決めちゃうんですね。これはだから自治体がやんなきゃダメです。温度をとって、うちはバスケやります。うちは野球やります。ってもう決めちゃって、そこにみんな移動していく。先生も移動していく。で、これだと先生一人でいいんです。今まではバスケ部、4つの学校でバスケ部あったから4人先生がいなきゃいけなかったのが、バスケの先生、バスケやるぞっていうね、バスケ命っていう先生もいるので、その先生はここに移動して、左上の学校に移動して、やればいいってやつで。これで部の数減らせます。だからこれ、だから街づくりだから全体でやんなきゃだ。っていう発想でいくとですね。で、この拠点校でやったこの拠点校っていうこの校を、この場所を混んだ地域に動かしていく矢印ですね。これで地域展開になっていくわけです。だからいきなり地域でってやらないで、合同部活や拠点校やりながら、徐々に地域でクラブが育っていくのを、まあ、待つか。あるいは、NPO を立ち上げていくっていうのを地域でやっていくっていうのを3年ぐらいかけて、そして平日も含めて5年ぐらいかけて移行していくっていうことがスムーズにいくと思います。で、もっと言うとですね、今の部活の一番の問題ってはみんな同じことをするってなってるんですね。大会コンクールゴーゴーゴーって目指していく。で、緩い部活をやってる学校も出てきましたけど、残念ながらまだまだ保障されてないということで、つまりニーズの異なる生徒が混在しちゃってるわけですね。で、モデルになるのは大学のサークルです。体育会系で大会を目指すのもある。でも、ゆるいテニス部ありますよね。なんだかお酒飲んでんだか遊んでんだかよくわかんないテニスサークル。練習してるのっていう、ちょっとゆるいね。あれがまさにモデルになるので、中高だとなんかやたら大会コンクール目指しちゃうんですけど、そうじゃなくてですね、地域に動かしたらですね、目的別に、やる。つまり、個別最適化なんですね。っていうことができるのが地域展開。もちろん今の学校でもやってもいいんでしょうけれども、今やっちゃうと部の数増えちゃってなかなか立ち行かなくなりますので、ということで大会志向のバスケ部があっていい、それから趣味志向のバスケ部もあっていい、それからさらに言うとですね、異年齢で大人から子供一緒に楽しめるそういうクラブに入っていってもいいじゃないですか。中高生が一緒にやる、で得意な人が教えていく、指導者いないって言ってるんですけど、得意な人が、ね、やればいいじゃないですか。ね。上手な中学生が、高齢者を教えたっていいわけですよね。将棋のクラブだってあるじゃないですか。上手な、大人が、じゃなくて子供が大人を教えるってあってもいい。っていうなんか発想をもう変えなきゃダメですね。大人が子供を教えるんだって発想にとどまってる限りダメなんです。得意な人が教えればいいじゃないかって発想になると、そこに指導者が生まれてくる。で、おそらくですね、10年間ぐらいこれ頑張ればですね、次の指導者出てきます。今の子供たちです。中高生です。そこまで頑張る。で、そこまで頑張らなきゃいけないんだけども、そこまでは今部活で頑張ってる部活命って先生に兼業兼職でやってもらうんですね。指導者がいない、地域にいないって言ってるんですけど、いや、もうそうだったら学校の先生にお願いするしかないじゃないですか。部活大好きな先生いっぱいいるんですよ。私の生きがい奪わないでって言ってるんですから、その先生方に兼業兼職でやってもらうっていうことをやりながら3年から5年かけて移行していく。もっと言うと展開していくっていう発想ですね。ということで最後にまとめの1枚になります。キーワードは持ちは持ち屋でですね、先生は先ほどの広瀬先生のお話のように、授業などに集中していく。スポーツのことはスポーツが得意な人がやっていく。大会コンクールなんてのはですね、イベント屋さんっているじゃないですか。もう経済産業省のまさにこれがプランですよね。経済としても動かしていく。産業として立たせるって言ってるわけですから、ちょっと賛成してます。ということは、イベント屋さんが入ってくればいいんですね。先生方が全部トーナメント表を書いてですね、審判の割り当てしてですね、お弁当を買ってきてですね、当日自転車の整理をしていると。先生がですよ。ただ働きで。あ、ちょっとお金もらえるのかな ?900 円ぐらい。もう、でもそれやめましょうと。イベント屋さんがいるじゃないですか、世の中には。お金払って任せましょうよってことです。もう先生が何でもやるっていう、もう世の中じゃないってことですね。で、街づくりとしてやっていくってことです。教育委員会だけではダメですね。
美調部局も入っていただいて、なぜかというとですね、子供たちも含めて大人も含めてやりたいスポーツや文化活動ができるっていう街を作るってことです。少子化になってもこのまま行くと立ち行かなくなります。間違いなく少子化になって学校部活はあれれれ部員減っちゃったらどうするのってなります。そうならないためには今から手を打つしかないんですっていうことを私は最近言ってるんですね。だからいろんな方々が街づくり全体でぜひね、首長さんで、首長さんが理解してもらうということはぜひ議員さんも巻き込んで予算取るためにはぜひ議会を通していただいて予算を取っていただくということも大事ですね。だからぜひ議員さんも巻き込んでいただいて理解をしていただいて自分たちの街のためにやるんだっていう、ね、このモデルを作ったところに、これからスポーツやりたい文化活動したいっていう人がどん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 人口が移っていく可能性がありますね。争奪戦になる可能性があります。そんなお話をさせていただいて以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、この街づくりというが、あの概念を持って進めるというのは大切ですね。先生、これ、教育委員会だけじゃダメですよ、と。それこそ、首長局の方、それから議員さんも全部巻き込んでやらないとダメですよ、ということでしたけれども、この間、ドイツのお話を聞いたときに、ドイツでは、その地域のクラブというのは、子どもたちが最初に民主主義とは何ぞやっていうことを学ぶ学校であるっていうふうに、はい、聞いたんで、はい、ああ、なるほどなって、スポーツを通じて、いろんなことを学んでいくんだ、大人と一緒にっていう、なんか、そういうような映像が描かれ、なんかイメージできると面白いですよね、永森先生、どうでしょう。そう思いますね。で、ドイツの場合も、これは高松さんの話を聞いて、はい、NPO がね、やっぱりやってるんですよね。で、地域の方がお世話をしている。で、そこでまた子供たちも、指導者になっていく方もいるわけですね。自分たちが子供の時お世話になったから、自分も大人になったら指導者になるって方も出てくるし、という形で、本当に町の中で、うん、学校だけじゃなくてですね、むしろ町づくりとして全体として皆さんが、例えば好きなスポーツを楽しむとか、あるクラブはもう大会目指して、選手育成しますっていうクラブもあっていいし、でもそうじゃないクラブは交流ベースで楽しみましょうっていう、そういうクラブがこう立ち上がる、いくつかこう複数立ち上がってくると理想的な街づくりになるんじゃないでしょうかね。そうですよね。それから先生の、中学校の大日向中学の方の、教育方針というのの中にも書いてあって、あ、こういうことも部活の地域移行っていう時に考えなきゃいけないなと思ったのは、その先生が人はいかにして主体的に生きることができるかどうかっていうのを常に考えてこられたっていうことなんですけれども、はいはいはい、そういう子どもたちがそういう考え方を学ぶ場になっていく可能性はあるわけですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。自分たちで企画をする、運営する、練習メニューを考える、あるいは指導者を呼んでくる、お金をどうするんだって自分たちが考える、大人がなんかセットしてね、今やってるのは子どもたちがってやってるんだけど、そうじゃなくて自分たちが運営するってことができたら一生懸命になりますよね。だから練習で汗をかいて頑張る子もいていいし、一生懸命マネージメントしてね、そこでこう主体性を発揮してお金を持ってくるんだとかね、指導者集めようとかっていうことに力を発揮する子供もいてもいいっていうね。なんかそんな発想で市民性を養っていくってことができるのが、まさに地域のスポーツクラブなんじゃないかなと思うんですね。前々回ですかね、川崎市のセルフというクラブで、高津の中学校の最初の校長先生、金井先生がおっしゃってたんですけれども、18歳でもう成人になってしまうんだから、その中学校15歳でやっぱりいろんなことを自分で決めていける、ディシジョンできるようなトレーニングをこう部活なんか通じてやっていかないと、追いつかないよねっておっしゃってたのがすごく印象残るんですよね。だから子どもたちもただ一方的に教えられるっていう教育じゃもうダメだってことなんでしょうね。おっしゃる通りで、今学校全体でね、いわゆる主体的対話的で深い学びって言ってるんですけど、部活だってそうじゃなきゃいけないんですね。学校でやってる部活も主体的で対話的で深い学び、先生が言ってること一方的に聞いて命令に従ってる、はいはいって言ってる、もうこれダメですね。自分たちで練習メニュー考える、っていうことができる、主体性を育てる中学生だってできるはずですね。だからやらせればできるはずなんですね。
今のおっしゃっていた、あの学校の教育がただ一方的にこう教えることから、自ら学んでいくような子どもたちを育てる方向に変わってきたっていうのは、多分ここにお集まりの皆さんはもうご存知だと思うんですけれども、それこそソサエティ 5.0 と言われるように、最初、狩猟のそれから工業化、情報化、そして今5番目のその AI が出てきて、社会がどう変化していくか、本当に予測ができないようなソサエティ 5.0 になっていって、子どもたちはみんな自分でこう自分のコンパスを持ってやらなきゃいけない。これはあの OECD が学びの羅針盤っていう形で、ラーニングコンパスっていう形で提唱しているんですけれども、あの先生にこう一方的に言われて、はいはいって言って、それを覚えていくだけでは、もうこのソサエティ 5.0 はあの生きていけないと。だから、羅針盤持って、どっちが北で、ああ、そうで、今はどっちに行ってどうするべきかなっていうのを、子どもたちが主体的に考えられるような、そういう社会、そういう学びをしていかなきゃいけないっていうことを、にも、こう、影響を受けて、部活動も育っていかなきゃいけないっていう、先生、こういう理解でよろしくございますでしょうか。あの、全くその通りです。ですから、学校で今やってるものもね、そういうふうに変えていく必要があるし、それから地域展開もチャンスですね。もう地域ではそういうコンセプトでやるんだっていうことで、大人たちも子どもたち、一緒になって作っていくってことができますので、この絶好のチャンスじゃないかなっていうふうに見てますね。日野田先生。生学院の日野田先生、いかがでしたでしょう。今の、お話を伺ってらして、長沼先生の、いつもあの、同じチームで勉強会をなさっているということで伺っているんですけれども、改めて長沼先生の今回のお話を聞きになって何か感じることはありましたでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、本当に一緒に取り組んでいるというよりは、本当に長沼先生のチームに加えていただいて、あの、いろいろと教えていただいているっていうところではあるんですけれども、あの、私の思いを本当に長沼先生の今のお話を聞いてて、あの、全く一緒でですね、あの、要は生徒たちが、あの、オーナーシップを持ってほしいんです。あの、自分の人生ぐらい自分で決めてほしいんですけど、あの、日本の教育はどんどん自分のことを決めれないような仕組みを作ってきてしまっているのかなというのは自戒を込めて思っています。あの、まあ、本校の、あの、生学院の生徒たちはですね、結構いろんな好きなことをやっている子たちが多いですし、あの、先生たち自身も結構好きなことをやっている先生多いんですよね。で、そういう中、先生たちがキラキラしている状態を生徒たちが見ることによって、あ、これでいいんだっていうふうな感覚が、まあ、生学院の場合は、あの、いろんな取り組みがそういうので生まれていくんですね。ですから、あの、生徒たちにオーナーシップを持ってもらうためには、まず先生たちが、あの、自分の本当にやりたいこと、得意なことっていうのに、あの、集中できるようなことが、いわゆる働き方改革の一つなのかなとは思ってはいます。ああ、それ素敵ですね。あの、先生たち一人一人が、あの、輝いていることってすごく重要ですよね。で、なんかスペシャリティを持ってらっしゃることも重要だと思って、私今ふっと思ったんですけど、私の高校の時の、あの、先生で小説を一生懸命書いてらっしゃる方がいらっしゃるとかですね。やっぱりそういう、なんか、ご自分も自分で好きなことをやって、教えるだけではなくて、そうやって自分の人生も輝かせているっていう、そういう先生がいらしても全然構わないわけですよね。はい、さて、あの、ここまでいろんなお話をしてきましたけれども、もう少しじゃあ今度枠を広く考えてみたいと思います。先ほど、まあ、長沼先生とご一緒に、これからの社会で何が求められているのかということを考えたときに、おのずと部活動に求められていくことも変わっていくんだろうというふうにお話をしましたけれども、長沼先生の場合にはもう学校が、この、大日向中学っていうのが日本初のイエナープラン中学っていうことなわけですけれども、はいはい、この中学においては部活動はどうされてるんですか？部活はね、だからやってないんですよ。もう地域展開ってことが、もうそうなりますからっていうことで、やってないです。でね、これやっぱり広瀬先生の話とも関わるんですけど、もう夕方はですね、部活やらない。その代わり先生たち一生懸命子供たちに面談したり、保護者と面談したりね、じっくり教材研究するってことにね、当ててますので、それ入れちゃうと6時、7時まで、その後仕事ってなっちゃうので、もう最初から入れてないんですね。で、ただですね、やりたい子もいるので、バスケとかね。それね、公立の学校に、いわゆるさっき言った合同部活の形にして、その子たちはね、女子はね、中1の子がね、公立の学校、ちょっとまあ離れてますけど、町のね、そこにね、入れてもらってます。
で、いずれは、うん、いずれはね、地域展開でそこで一緒のクラブを立ち上げようっていう話も今出てます。なるほど。なるほど、なるほど。そうですね。本当に難しいところですね。受け皿というか、そう、先生の場合はこれからクラブを作っていこうという形なわけですね。で、今、実際に地域にもしクラブがあるとしたら、そこから歩み寄っても欲しいし、学校は教育委員会とさらに、首長部局にも何かこう働きかけをし、クラブも教育委員会や、それから、首長部局、局にこう働きかける。あと、どんなことがありますかね、こう、うん、できることとしては。もうね、掛川市で始めたときにね、教育委員会だけじゃ難しいなと思って担当の指導主事困ってたときにですね、うん、掛川市のね、スポーツ協会、それから文化財団、はいはいはい、文化財団がね、手を挙げてくれたんです。私たちが事務局やりますって言ってくれたんです。これで一気に動きましたね。それで、うん、市長さんも巻き込んで、うん、やっぱりね、つまり、やっぱり掛川の中でスポーツをやっぱり進行しなきゃいけないっていうことを考えていた方々がやっぱりいるんですね、スポーツ協会さんには。だからその方々が、あ、それで地域展開するんだったら私たちの出番だって言ってくれて、一緒にやろうよっていう形になったんです。いやー、それは素晴らしい。実は私も日本スポーツ協会の仕事は結構いろいろと手伝うんですけれども、うんうん、これが日本全国に散らばって、それぞれいろんなところに体育協会、はい、昔のですね、スポーツ協会あるわけですけれども、うんうんうん、なんかすごくこう、しりすぼみ感があるところがあって、うん、ちょっとこう、もっともっと元気にそれぞれやってほしいなと思ったんですけど、反対に言えば、これを機会に、こここそ我らの出番みたいに元気になってほしいっていうところもあるわけですね、うん、そうなんです。スポーツ協会、文化財団、それからね、教育委員会でいうとね、学校教育じゃなくて社会教育の部門ね。ああ、はいはいはい、うん、結局ほら経済産業省も言ってますよね、学校教育じゃなくて社会教育に移すんでしょって経済産業省は言ってるわけで、うん、横やり入れる形で言ってるんだけどそこもね、チャンスなんですよ。公民館がじゃあこれからよし出番だって例えばね、言ってね、予算もつけてやるっていうふうにすればね、うんうんうん、まだまだいろいろやるべきことは教育委員会にもありますね。うん、なるほどね。で、結局最終的に、まあ、日本のスポーツが私は大きく変わるチャンスになるんじゃないかと思っているんですね。これ、まあ、うん、先生方も一人一人輝いているようになるということもそうなんですけれども、やっぱり学校の中にスポーツがずっとあって、日本は歴史的にですね、学校の中にあるスポーツから全てが始まっていったっていう歴史があるわけですよね。で、これがアメリカなんかだと、まあ、自分たちで公園を作って、その公園でスポーツをしようなんていう、もうその段階から、ウェルビーイングみたいな形でですね、教育としてのスポーツというよりも、一人一人が大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんもみんな元気に、体を動かしながら楽しくスポーツしようよっていう発想がそこにあって、まあ、これはドイツとかヨーロッパもみんな似ているクラブの発想と似てるんですけれど、そういうスポーツのあり方が片やあり、で、片や学校の中にずっとこう、まあ、閉じ込められていたというか、まあ、学校の中で育まれたというか、まあ、そういうスポーツのあり方があって、まあ、どっちもいいところ悪いところあるんですけど、まあ、ちょっとこのところの歴史を見ると、まあ、ハラスメントや暴力で、自殺をしてしまうキャプテンがいたり、それが2013年に起きて、なんとかしなきゃいけないハラスメント、暴力、根絶っていうふうになったんだけれども、今年になってもまた亡くなる生徒さんがいたりとか、これが学校から外に出るとそういうことがなくなっていくでしょうか、どうでしょうか。日野田先生、それから長沼先生、このあたりどういうふうにお感じになりますか。私先でいいですか、日野田さん。はい、これはね、一定数もしかしたら学校以上に過酷な練習を課す指導者出てくるかもしれないです。うん、ただしですね、地域クラブ同士がですね、切磋琢磨していってですね、私は淘汰が起こるんじゃないかと思ってますね。うん、つまり参加費を下げていい指導者がいるところに人は集まるはずなので、うん、おそらくですね、そういう指導者がいるところはですね、いずれは選ばれなくなるっていうことですね。そうですね、過酷な練習をして、とにかく勝つんだ
ていうのが、うん、学校の時よりももっと激しくなる可能性がないわけではない、はい、ということですね、はい、そうですね、人によるんですね、だからね、うんうん、昭和のスポコンで受けてこれこそがスポーツ指導だと思ってる人がまだ指導者にいて、その方々がやりだすとそこはまだ起こっちゃう可能性は残念ながらあると思います、うんうん、ただまあ日本スポーツ協会なんかでもまずはスポーツは楽しむところから始めましょう、子どもたちが非常にこう満足するような、ああやってよかったと思うような楽しさとか、まあ、あと友達とのコミュニケーションとかそういうことを学べるような機会を作っていきましょうって歌ってはいるんですけれども、まあ、そういうふうにすぐなれるかどうかというのはね、これは難しいところですね、はい、じゃあ日野田先生何かありますでしょうか。はい、ありがとうございます。宮島さんがおっしゃられるように、スポーツってただ楽しいだけでいいと思ってるんですね。なんかやっぱり教育業界にいると最近流行りがエビデンスで、それって効果があるのか対費用効果どうなんだとかっていろいろと聞かれるんです。で私立だからできるんでしょっていうことも本当に何回も言われましたけど、私たちの学校として部活っていうのを、どう位置づけてるかというと、まあ、その先ほどお伝えしたように授業と体験学習と実習プロジェクトというこの3つのカテゴリーの中の実習プロジェクトの一つのものとして部活動というのを位置づけましょうと。でここは何をするところかというと、まあ、当然チームワークを鍛えたり先輩後輩学んだりとかっていろいろとありますけど、まあ、楽しいから続くわけですよね。なのでその徹底的にちゃんと楽しいクラブ作ろう。で楽しいというのは苦しさがあるから楽しいと思うんです。でそれはちゃんとマネジメントしなくちゃいけないですし、まあ、本校の場合は部活動を完全に切り離すっていう風な発想はないんです。なぜならば中野先生おっしゃられるように強い教育効果があるという風にみんなが認めているものですから。ただ例えばその学校のキャパとしていや部活動じゃなくても全然違うところに振りますっていう中野先生いらっしゃる大平田中学校さんはもうまさにそういうふうな学校のポリシーでやってらっしゃるので、 そういう学校は部活やらなくていいと思うんですよ。だからそれもなんかこうでなければならないっていうのを教育業界が支配してるかなと思ってて、本校の場合は学校に紐付けて部活やります、で大平田は部活を紐付けずに地域でやりますっていういろんななんか選択肢を皆さんがその地域の実態に応じて考えるような形になればそれぞれみんなハッピーになるかな。なのでだからねばならないっていうところを考えながらやると絶対になんか楽しくなくなるかなと思うので、それこそ地域の大人たちがみんなで議論していってハッピーになりながらワクワクしながら新しい取り組みを作ってきたら、そうワクワクして作られたものっていうのは必ずワクワクして楽しいものになると思うので、なんかそういうものをみんなで作っていければなというふうに思ってます、うん、ありがとうございます。ちょっとここでですね、ミスさんすいません、ちょっと寺脇さんの方から今日声が出ないのでということでコメントを書いてくださったので、はい、ミスさんこれちょっと寺脇さんのコメント読んでいただけますか。はい、ちょっと待ってください。チャットですね。はい。チャットで入ってます。チャットがちょっと小さくてですね。はいはい。いきますね。なるかな。寺脇さん。ちょっとスムーズじゃないかもしれません。学校クラブ活、はい、やっぱり見えない。見えないですか？はい。大丈夫です、はい。学校クラブ活動の地域移行については、当初、教職員の労働条件の改善という観点からしか見ておりませんでしたが、会を、あ、ちょっとページが、すみません。回を重ねるに従って、そのような小さな論点から思考を広げていくのではダメだと分かってまいりました。本日、両先生から貴重なお話をお聞きして、これまで多数の先生方がご講演くださった内容が修練し、大きな姿として理解できました。まさに街づくりですし、人づくりの試みだと理解しました。教育委員会だけではダメだということもおっしゃる通りです。先生方も本来のお仕事に集中でき、生徒との関係ももっと濃厚となり、この観点からもいいことばかりですね。スポーツを学校の中に閉じ込めていった、うん、国共兵政策の残差ですが、うん、なくした方が良いと思います。本日風のため声が出ずチャットでご勘弁いただきますということですね。はい、ありがとうございました寺脇さん。まさに本当にそうだと思うんですよね。学
校で部活動をやって教育的意義があってすごく良かったっていう側面もあるんですけれども、やっぱり私こう歴史を調べていくと、1900年から1945年、日本がまさに戦争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 とずっと戦争を続けていた時代に、体育の教師というのは軍人がなってたんですよね。教員じゃなくて軍人がなってたわけで、ですからおのずとそこでその体育というのは、まあ、軍隊のための訓練になってましたし、そこで行われる部活動っていうのもどうしてもそういう指導になっていった傾向が強いのは仕方がなかったのだろうと思います。で、それがやっぱりこう、今の日本の学校の体育や部活の中に残ってしまっているっていうのが現実なんだろうなという気がします。さて、今もう一つ、首長さんや教育委員会やスポーツ協会がなかなか動きません。今まで3回ほど話し合いしたんですけど、全然ダメですっていう話もありましたけど、この辺について、長沼先生、何かいい方法ありますか？動いてくれない人を動かす方法。ですね、これはね、なかなか難しいんですね。つまりですね、私ね、部活は宗教だって言ってるんですけど、はい、学校部活大好きな先生って、まあ私もそうでしたけどね、いっぱいいてですね、もうこのままでいいんだって考えてる人がいるわけですね。うん、で、やっぱりね、それはね、生きがいを奪うのかぐらい言うわけです。で、その人たちの意識をね、変えるのものすごい大変で、例えばですね、宮島さんが好きな食べ物があったとしますよね。はい、一番好きな食べ物をね、食べるなって言われたら嫌でしょって、何言ってたって怒るでしょ。だからそういう感じなんですよね。で、愛しちゃってるものを取り上げるっていうことだから、で、これは別に顧問の先生だけじゃなくてね、部活良かったんだって言っている思い出に慕ってる大人たち、それがまあ、いるわけですわ。そういう方々にとってはですね、この部活を学校から動かすってことはものすごい抵抗があると思います。だから、これはですね、私のまあ作戦はですね、いつも私の改革でそうなんですけど、もうちょっとずつやっていく。段階を踏んで、フェーズ1、2、3、4、5、6。で、7、8ぐらいまで、まあ、今後新しく作りますけど、という中でですね、ただ、事例集がいいやり方なんですけど、モデルのね、地域があって、それがうまくいくとですね、意外と教育界ってダダダダダと真似して動いてくるんですね。で、それを狙って、スポーツ庁と文化庁もやっているので、このいいモデルを、私学モデルはまさに日野田先生が今作られてますけども、それを見せていくってことです。で、公立の場合にはいろんな人口規模によって違うので、それに応じた、モデルですね。運動部、文化部、それぞれ作っていくってことを、まずやって、そこからですね、これはね、そう簡単には実はいかないです、これ。だから私10年ぐらいかかるっていうふうに言ってんだね。そういうこともあります。人の考え方をこう覆すほど難しいことはないですからね、本当にね。はい、特に愛しちゃってるものをね、うん、やめろって言われてもそう簡単にいかないですよね。ですね。だから愛してるから一緒にやりましょうよって言って、じゃあ先生じゃあやってくださいっていうふうに、今度別の時間帯で、活動として認めてやっていただきながらっていう方法を取っていくしかないんでしょうね。あ、そうなんです。まさにそうなんです。その方々がだから地域で活躍の場をね、作ってやっていただく。で、それがある種一つのモデル で、なぜかというとですね、中高生を教えるっていうことのある意味モデルになる方々なんですよ。そこは私リスペクトしたいわけ。すべての方々がダメなんだってんじゃなくてですね、うん、そこのやっぱり思春期の子供たちをどうやれば勇気づけられるとか。ね、負けちゃった時にどんな声かけるか、これやっぱりね、先生方がね、一番得意なところ。それを地域の指導者も見てもらってね、モデルとして、一緒にやっていただいて。うん。で、次の人が育っていく。なんかそんな感じですね。そうですね。それとやっぱり最初のシンポジウムの時に言われて、あーと思ったんですけど、その学校の中で部活動を先生が教えていると、3、4年経つと学校の先生は他に転校して変わっていかなきゃいけないっていう、そういう仕組みがありますよね。公立の学校の場合には。だけれども、それを今度一応授業は終わって、で、その後外の活動として先生がバスケをしましょう、教えましょうという時には、今度は同じ子たちをずっと、まあ、小学校、高学年、中学校、高校生とこう、
ずっと見られるっていうメリットもあるわけですよね。そうなんです、そうなんです。移動に左右されない仕組みって私呼んでるんですけど、地域展開が。むしろだからその方が、そのスポーツが大好きな先生はずっとその同じ場所でいいチームを作れるんじゃないですか。そうですね。うん、さて、これ、篠田先生に伺っていいのかどうかわからないんですけど、今ちょっと質問が来たのはですね、部活動を地域展開する際の一つの壁が、学校施設を営利目的のために貸し出せないルールがあると思います。この点については、スポーツ庁や経産省はどのように議論されているのでしょうかって書いてあるんですけど、これ、私立学校の場合には、このルールはないって考えていいわけですね。このあたりは本当に丁寧に進めなければいけないと思ってるんですけれども、例えばですね、学校を考えたときに、英検の会場で貸し出したりとか、あと、学習塾さんの大きな模試ですね、模擬試験で貸し出したりとかってしてるんですよね。で当然その時には一定限の光熱費とかかかりますので、お支払いいただいているのと同じような発想ですので、あまりにもその大きな金額をいただくのっていうのはあれですので、まあ、私たちとしてはその社会貢献の意味も込めて の金額設定にしてますので、まあ、その辺は現時点でのまずルールはどうなっているかということを確認するのとともに、まあ、今後そのどうすべきかだと思うんですね。ルール変えたらいいと思うんですよ。学校ってすごくいいところにあること多いじゃないですか。ただ日曜日この大きな施設が寝てるわけですよね。ならばなんかみんなで使ってもらうようにしてもらった方が学校にいろんな人たちが入ってくるかなと思ってはいますね。その辺も今後は変えていくことがいいことですよね。だってこう世界中でこんないい運動場を持っている学校に運動施設があるなんていう国はそうないわけですから、それを有効活用しない手はないということですよね。さてここまでチャットに書いてくださった文章を読みながら進めてきたんですが、皆様の方から特にこれは聞いてみたいとかご自分の意見、これはこう思うんだけどどうだろうかということがありましたら、ちょっとお顔をオープンしていただいてですね、お話しいただけるとよろしいかなと思いますが、いかがでございましょうか。はい、残すところも20分ぐらいになってきたので、そろそろ皆さんの方から、こういうふうに思うんだけどどうだろうかというのお話も聞きたいなと思っていますが、でも今日は実に本当にいいお話が伺いました。先生、永山先生がやっぱり子どもたちは人はいかにして主体的に生きることができるかっていうことを先生はずっと研究されていて、で学校はなるべく社会の縮図であることが望ましいっていうふうに、はい、おっしゃっていらっしゃるわけで、はい、まさに部活動が社会の縮図になると、はい、これはこの間高橋さんがおっしゃってたドイツのスポーツクラブっていうのはまさにそこで民主主義を初めて教えてもらうんだから社会の縮図なんだよっていう、そういうことにつながりますね。そうですね、おっしゃる通りですね。はい、本当だからできれば地域クラブはね、中高生だけで、だから移行じゃないんです、私展開って呼んでるんでね、中高生だけのクラブじゃなくてね、子供から大人までが一緒に同じスポーツを楽しむっていうようなことがね、できるのが一番いいんじゃないでしょうかね。そこで異年齢で学び合う、まさに家のプランも異年齢で学び合ってる学校なんですけど、はい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 、学校の枠じゃなくてね、地域クラブっていうのがその高松さんようにドイツのようなことが可能になってくる、これは素晴らしいことだと思いますね。先生、これ異年齢で学ぶとどういういいことがあるんですか。まあスポーツの場合にこれからそうやって異年齢でクラブ活動をしていくようになるとどういうことがあるのかなって、もし分かることがあったら教えていただきたいのですが、はい、一番大きなことはですね、もう違うのは当たり前なんだっていう認識なんです。同年齢で体の大きさも、同年齢で囲っちゃってるからクラスを、そこに違いが目立ってきて、なんだお前はってなるんだけど、いじめが起こったりするんだけど、もともと異年齢ってことはもう違うのが当たり前なので、そこで助け合いも生まれるし、違って当たりいいんだっていうことがまず前提にあるっていうのが、まあ、イエナプランで狙ってるところですね。違って当たり前。うん。だから助け合うっていうね、発想になるっていうんですね。これはまさに、ダイバーシティの基本の木の字ですね。うん、
さあ、どうでしょう、皆さんの方からご質問はなさそうでございますか。あ、なければちょっとさっきの施設のことの私、あ、じゃあお願いします。いいですか、はい、日野田先生、はい、さっき答えていただいた、はいはい、公立の場合ですね、はい、今度公立の場合ですね、はいはい、そうですそうです、はいはい、うん、このね、施設を営利目的のために貸し出せないというのはもうその通りで、公立の場合はね、うん、まずダメなんですよね、はい、で、はい、スポーツ、経産省の議論では建て直すときにね、建て直すときに体育館なんかは共有施設にして、学校教育と社会教育とね、で、できるだけそこに企業なんかも入れるようにってことは一応提案はしていますけども、でもこれそう簡単にはいかないと思うんです。だからね、私はね、NPO にするって言ってるんですよね。企業が直接入ってくるんじゃなくて、NPO 団体としての地域クラブであれば、それはね、貸し出せると思うんですよ。行政も教育委員会もね。うん。で、そこに、企業なんかは、助成金を出していくっていう発想でいけば、スムーズにいくっていう発想ですね。やり方いろいろあると思いますね、ですから。そうですね、まあ、NPO だとノンプロフィットだから、営利は追求しないということなんですけど、まあ、これ、はい、一般社団法人でも営利は追求しないということが言えてるわけで、そうですね、はい、そういう形で、団体を作ると、企業も直接その学校に、サポートする金額をこう投資するんじゃなくて、そこにこう入れればいいわけだから、ワンクッションあっていいということですね。そういうことです。そうなんです。はい、そうすると、これがまあ、今までだと総合型地域スポーツクラブで既存のものがあったとして、これもまあ、なかなか、資産運用じゃないけど、そんなことできないよっていうような、みんな苦しいところっていうのがあったところに、じゃあ地域の子どもたちを見てくれるんだったら僕たちがサポートしましょうと言って、こう企業がサポートしてくれると非常にうまくいく可能性があるということですね。そうなんです。企業もやっぱり、社会貢献っていう一環でね、できますしね。人を出したり、あるいは物を出したり、お金出したり、人物金ってことのサービスを提供するってことはあり得るし、それから企業もイメージは上がるっていうね。そうですね。ちょっとシール貼らせてよってぐらいはいいじゃないですか。うん。うん、そういうことはもちろんバーターなので。で、地元だと、あそこの地元のあの企業は、あそこにサポートしてるよっていうのが、わーっと広まると、ものすごい効果ですよね。また中央とは全然違う効果ですね。うん。うんうん、そうなんですね。いいですね、それね。はい。いろいろこう話してきました。残りは15分ぐらいですけど、大丈夫でしょうか、皆さん。ちょっと、ベキさんから、お話があります。これどうでしょう、ミスさん読んでいただけますか。はい。ミスさん聞こえないかな。あ、聞こえてます。はいはい。はい。部活移行団体がっていうところで大丈夫。はいはい。部活移行団体が学校体育館の指定管理を受託して、指定管理料や事業収入で月謝を定連化するということも想定されていますよね。うんうんうん、公共体育館だと前例もありますということです。これはどうでしょう。はい。うん、確かにそうですね。これはそうですね。指定管理、行政が今度ね、指定管理っていうことでお金を出していく、じゃなくてそうですね。そこの委託をする形ですよね。これもありですね。はい。うん、そうですね。もうすでに総合型地域スポーツクラブなどでは、学校の体育館の指定管理を、これまさに、川崎のセルフなんかはしているんだと思うんですよね。ですから、そうそう。いわゆる昔の形の、お手伝いさんみたいな方も置いて、それで、夜回りみたいのもしたりして、学校の管理をしているっていうふうにおっしゃってましたので、そういうことで、費用を、こう、少し、捻出できるっていうのはありますね。なるほど。これもいい方法ですよね。ここにもね、月謝をね、低く抑えるって書いてある。重要ですね。地域クラブのね、はい、うん、消費者負担をできるだけ抑えるってことはね、はい、で、そういうクラブに人が集まると私言ったんですけど、うん、でそのためには、その団体はやっぱりね、他でいろんな収益事業をね、やらなきゃダメだと思うんですね、別に。うん、うん、うん。あるいは行政から助成金とかね、企業から、うん、お金もらうとか、クラウドファンディングやるとかっていうね、やっぱり、うん、お金のマネジメントもしてやっていかないと、難しいと思いますね。そうなんですよ、うん、この月謝を定連化するっ
ていう、あの日野田先生のお話を伺っていてね、やっぱり私立学校だから、まああのお家も裕福な方が多いのかなと思って、月5000円はそんなに負担じゃないのかなとかって思ったりもしていたんですけれど、やっぱりあの外部からの指導者をお願いすると、そこの部分ね、あの親が負担しなきゃいけないっていうので、やっぱりちょっとこれはきつい人にはきついですよね。あの そう思ってるんです。もう本当にあのご家庭にあのご負担をお願いしているのは、あの本当に申し訳ないという思いではあるんですけれども、ただあのスポーツって日本の中でものすごく位置づけが低いなと思ってるんですね。あの、まあ、勉強にはお金は出すけれども、スポーツお金出さないじゃないですか。はい。であの私たちの近くにもですね、その元プロの選手がいて、で私はずっとサッカーやってたんですけど、 J リーガーの平均で引退する年齢って20代の前半で辞めてしまうじゃないですか。でその人たちってその後何をしているのか、まあ、あの J リーグの場合はあのプロのセカンドキャリアに積極的にサッカー協会が取り組んでいますけれども、ただプロになった人の扱いがとっても良くない国だと思ってます。でじゃあなんでそうなるかというと、そこに適正対価を払うっていう風な感覚が皆さんないので、スポーツだと飯が食っていけないので、特殊能力のある人だけがスポーツを取り組んでいいっていう風な国になってしまっているのがすごく寂しいなと思ってまして、なのであの習い事でもそうですけれども、あの塾に比べて、スポーツの習い事ってものすごく金額が低いと思うんですよね。なんかそこら辺がうまくなんかいくといいなと思ってます。あのスポーツをすることとお水は日本はただみたいなね、そういうと感覚はありますからね。まあそれもことによったら学校の中でずっとスポーツが行われてきたことの弊害かもしれませんね。あの公園でみんながちょっとね、お金払ってなんかするっていうアクティビティではないので、そういうことに対してなんかこう、うん、まだ感覚ができてないのかもしれません。はい。特に皆さんからは、いろんなご意見はないようなのですけれども、あ、来ました。ちょっとこれ、はい。ミスさんお願いしてもいいでしょうか。はい。私は神奈川県内で一番小さな町で活動しています。一昔は強くしなければとの思いでした。が、現在は卒業時に部活に入っていてよかったと思えることを心がけています。特に挨拶、感謝を身につけてもらうことを重要視しています。スポーツの面白さを分かってもらい、高校でも活動してもらえればと思っています。ということです。なんかね、一生懸命、小さな町でやってくださってるっていうのはいいことですよね。でも、あ、どうでしょう、長沼さん、あの昨日かなんかな、はい、NHK のニュースかなんかで、やっぱり、子供にスポーツをさせる親、ものすごいなんか激減してるみたいですね。あのデータはね、ちょっとあの、からくりがあって、あのちらっと記事にも書いてありましたけど、NHK ウェブの方ではね、はい、あの強制加入やめた、岩手県みたいにね、強制加入やめたところのデータがね、はいはい、そこはね、あの、部活参加率減ってんですよ。それが出てるんですね。で、もちろんあの、まあ、コロナの影響もあると思うんですけどね、部活っていう選択肢を選ばないっていう危機感はあるのかもしれないけど、ね、ちょっとね、あのデータは慎重に見ないといけないなと思いました、ね。そう、データって読み方がね、重要ですからね。はいはい、でも、私はすごくあのフィンランドに取材に行った時に思ったんですけど、あの今中高年の方の筋トレとかすごく流行ってるじゃないですか。貯金運動だとか、今日もなんか見たら、金田先生と一緒になんかこんな体操をしようとか書いてあって、100年時代に筋肉はすごく重要だから、筋肉から出るホルモンっていうのが胃がんも、あ、がんも退治するとか、いろんな、あと脳にすごくいい影響があるとか、中高年のスポーツに関しては、こういうインフォメーションってものすごくこう、まあ、直接その記事を読む方に刺さるんだと思うんで、多いんですけれども、子供についての記事ってあまりないんですよね。
だけれど、そのフィンランドに行った時に、そのやっぱり研究者が体を動かすことが脳にものすごく大きな刺激があって、脳のために良いっていう研究結果を発表して、親はやっぱりもう子供をどんどん外に連れ出して、寒い中でも外に連れ出して、なんかアクティビティをさせようっていうような習慣、それからあの人生を、そのスポーツを楽しんでやることを習慣化させる。要するに誰もがトップアスリートになれるわけではないけれども、誰もがその生涯スポーツを楽しんでいくことができるんですよっていうような教育を、もうあの親にもするし、学校でもするし、保健体育でもするし、みたいな。ここのところってすごいなと思いますよね。だからどうしてもやっぱり日本の親御さんは子供に体を動かすことの大切さをちょっと言わなすぎんじゃないのかなと思うんですよね。先生、その辺はどうですか？お二人とも。木野田先生。はい、ありがとうございます。体動かすのって単純に楽しいと思うんです。うん、あのうちも子供二人いますけれども、初めて立った時のあの顔って忘れられないんですよね。はい、あのこの視点がここに上がったその瞬間って、何これみたいな顔してたのって、上の子も下の子もすごく覚えてるんですね。人間ってやっぱ本質的に体身体性ってすごく大切だと思ってるので、あの部活も長野先生おっしゃられるように、あの価値を目的としちゃうので、なんか楽しさが半減していくと思うんですけど、勝つのはやっぱ目標であって目的ではないんですよね。だからそこの設定がやっぱり大人が違うかな。だからそれはなぜかっていうと、あの先生たちもやらなければいけない仕事になってるので、あのうちの場合はですね、あのやりたい先生はやっていいんです。で将来的にはちゃんと業務として認めて、あの今でも認めてますけど、まあ、ちゃんと校内でもあのこの先生は部活はこれだけの仕事をやってるんだから、だからちょっと他ちょっと減らそうかみたいな感じになってほしいんですね。で、あの先生たちもなんか楽しくやってるんだったら、やっぱり生徒たちの笑顔に対して先生たちをコミットする人たち、本当にあの純粋な方々が多いと思うので、なんかいろんな人たちがこの部活とか学校とかってがんじがらめになってる、そこから解放するのが一番の先かなと思いますね。はい、私あの本当その通りで、あの楽しむっていうことがすごく大事で、これあのドイツの話されたね、高松さんもおっしゃってて、スポーツってもともと余暇とか遊びでが語源だっていう話をされたと思うんだけど、でそう考えるとやっぱり学校でね、こう3年で中高区切っちゃってとかじゃなくて、地域にやればですね、もう引退がないんですよ。引退もなくね、もう、ね、中3で引退とかもやめてよ、そんな言葉使うと思うんだけど、若い子がね、違うんじゃないかと、ずっと好きなことをやればいいじゃないですかっていうことがね、地域展開やればできるっていう発想でいくべきだと思うんですよね。で、もう一つはね、その面白いんだけど、高松さんとこの間、その高松さん登壇された後にチャットで会話してたんですけど、はい、高松さんがスポーツのことをね、語源が良かったとか遊びですよって言ったら、いや、実はね、学校、私が言ったのはね、学校っていうのもね、スクールっていうのは、スコーレが語源で、うん、やっぱりそうなんですよ。良かなんですよ。だから面白いでしょ。スポーツと学校っていうのは、同じ語源は余暇なんだっていうね。だから学校でやる場合のスポーツはやっぱり余暇なんですよっていうのを改めて確認した方がいいんじゃないですかね。本当ですね。あの、そうですよね。そうそうそう。本当そうなんですよ。人生をこう豊かにしてくれるものの一つで、初めは余暇というようなものから始まってったんだけども、どん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 自分たちでこう、競技をもう狭くしてて、辛いものにしてっちゃったのかもしれないですね。今、あの、メッセージを書いてくださった方がいますけれども、スポーツはボランティアの始まりではないかって書いてくださってますけれど、やっぱりスポーツ少年団でね、指導なさってる方なんかは本当にそうだと思うんですよね。ボランティアで長い間子供に関わってきておやりになってらっしゃる。で、これは高松さんもおっしゃってたし、それからあの、ドイツによくいらっしゃる小出さんも言ってましたけれども、ドイツでは指導者は必ずしもその優勝であるというわけではないっていうんですよね。
の子どもたちにスポーツを教えていくのも一つのレガシーなので、だから無償で教えてる人は少なくないはずですよ。その代わりそういうふうに教えている人の人数によって州からそのサポートの金額がクラブに下ろされてくるっていう、クラブに与えられるっていうようなことをお話しされていたので、だからだって私本当思うんですけど、1時間2時間教えて2、3000円もらうのかもらわないのか分かりませんけれども、なんかそれだったらばもらわなくてもなんかもっと違う形でうまく子どもたちといい関係作っていけるっていうのもいいのかなっていう気はしますよね。まあこれは私も個人的な意見なのであれですけど、はい。どうなんですかね、やっぱりでもみんな教えるからにはお金もらいたいって思うんですかね。これね、人によると思いますね、まあ、経済産業省なんかね、しっかりもらうっていう文化を育てましょうってね、言ってますけど、私はね、まあ、ボランティアのこともやってきたので、その方がボランティアでいいっていう一定数いますよ、部活動の外部指導者でも今ね、全国的には。だからそれ契約でね、やっぱりきちっと決めてボランティアの形でお金はもらわない。その代わり、まあ、契約なので、やっぱりね、ボランティアといっても、責任が伴うので、スポーツ指導には。その権利関係はやっぱり破棄させた上でね、お金をもらう人、もらわない人がいても、私はいいかなと思ってますけどね。ああ、なるほどね。そうですね。うやむやにしないで、それはいいですね。日村先生はどう思われますか？はい、やっぱり適正な対価はお支払いするべきだと思ってるんですけど、ただ、まあ、教える、仕事をしてて、一番誰が学んでるかというと、教えてる人間が学んでるんだなっていうのを思うんですね。なので、お金が欲しい人にはちゃんと払う。けど、子供に教えることによって学ぶことがある人には別に払わなくてもいいかなと思いますね。本当にそうですよね。教えながら学ぶことのなんと多いことか。おそらく今日ご参加の方たちも指導の経験がおありになる方が少なからずいらっしゃると思うので、教えることによって自分が豊かになることって本当に多いですよね。なんかまた書いてくださった方がいます。岡さんですね。ミスさんお願いしていいですか？はい、教育委員会で部活動の地域移行を担当しています。市長に移行した部活動は町の行政的には成果指標がない、どのように成果を見取っていくのかとの市長のコメントをいただきました。行政に定量的な評価指標が求められている昨今、ハードルになっているように思いますということです。なるほど。ね、楽しさが測れるような指標があったらいいんですけどね、子どもたちのなんか、そういう生き生きとした笑顔とか、どうなんでしょう。広田先生、これどう思われますか？もうまさにそうだなと思います。みんな多分苦しいんだろうなって、思うんですけど、目的は何かって言ったら、みんなが笑顔な社会を作ることだと思うんです。今日皆さん参加されている方々もみんなそうだと思うので、そうなのかなって思いますね。中山先生どうでしょう？いや、鋭い指摘だと思いましたね。でね、これやっぱり、そうは言っても、行政の中で、いわゆる市民の皆さんの満足度っていうのかな、文化とか、スポーツに関わるとか、生活のね、アンケートやってるはずなんですよ。その中に入れ込んで、僕は取れると思いますけどね、数字、定量的なものでも。そこにちゃんと入れ込んで評価をすれば、首長さんも満足する数字が出てくるんじゃないかと思いますね。なるほどね。長沼先生の質問が来ました。はい。フェーズ6ですね。はい。必修クラブ、活動の復活のイメージ。はいはいはい、今必修クラブって小学校しか残ってないんですね。中高廃止されてるんです。で、小学校、おおむね、月2回ぐらいやってますね。隔週でってことでやってるんですけれども、でこれは特別活動なので、自分たちで企画をして、自分たちで練習計画立てて、
クラブ長の6年生を中心にやるっていう形ですね。でまさにこれが主体性を育てる、市民性を育てるっていうことを中高版でも、まあ、週1回でも2回でもいいので、ただ時間割が7時間目とかになっちゃう可能性があるんですけどね。でも今の部活よりもはるかに時間少なくていいので、その代わり全員やるんです。先生もこれはもちろん全員です。ただし特別活動の中で主体性を育てるっていう自治的な活動にしていくっていう要素をやればこれ教育的意義が担保されるってことですね。全部地域に動かしちゃうともったいないので、動かした後はこの次の指導要領ではこれを入れ込んで私はやってほしいってことを今ずっと言い続けてます。なるほど。なるほどね。で、部活動の教育的意義も担保しつつ、かつ、その、街づくりという意味の、スポーツアクティビティも、やっていけたらいいなという、そういうことですね。そうなんです。もう私はこの部活動の地域移行っていうと先生に怒られますけど、これは日本のスポーツの概念を変えるチャンスだと思っているので、なんとかうまく成功してくれるといいなっていうのを強く強く思っています。はい。と言っている間にもう9時過ぎてしまいました。皆様、本当に今日はご参加ありがとうございました。多くの方々にご参加いただき、そして、日野田先生、長沼先生、長時間にわたりもう私が突然変なふりをしてもよく答えてくださってありがとうございました。どうぞどうぞ、もしよかったら最後に一言ずつなんかこの、部活動の地域移行について一言コメントお願いしたいと思います。あ、部活動改革ですね、日野田先生。はい、お願いします。本日はありがとうございました。本当にこうやって多くの方々がこうやってご参加いただけることが日本の教育を社会を変えるきっかけになると思ってます。学校の先生たちは生徒にチャレンジしろって言ってるんですけど、うちの先生たちにも先生たちがチャレンジしてますかって聞くんです。で、当然その質問は自分自身もそうです。チャレンジしてるのかっていうことをやっぱり大人がキラキラしてる社会を作っていくと子どもたちもチャレンジしようというふうに思うと思うので、うまくいかないこともたくさんあると思うんですけど、みんなで一緒に知恵を出し合っていければいいかなと思いますので、ぜひ皆さんご協力をいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では長沼先生お願いします。はい、私は実はいろんな改革に取り組んできてですね、PTA を改革したり、新しい学科を作ったり、学会を作ったり、いろんなことやってきました。で、その私のポリシーはですね、改革っていうのはですね、一気に何かこう進めてしまうっていうとね、必ず、副作用、反作用が起きてきてですね、うまくいかないんですね。だからじっくりじっくり理解を得てですね、そしていいものを示していきながら、反対していた人も納得して、あ、そういうことだったらやるよって言ってくれるように持っていくっていうのが私のポリシーで、うん、今部活改革もようやく、まあこの 5年ぐらいずっと関わってきたんですけど、一応フェーズ6も見えてきてですね、なんとかこれでいきそうなので、本当にこう皆さんと一緒にですね、これからいい姿を描いて、改革を前に進めていきたいなというふうに思ってます。私も頑張りますので、一緒にお願いします。はい、今日はご参加くださった皆様本当にありがとうございました。それではまた次回、Facebook やさまざまなところでお知らせをしていきますので、お楽しみになさってください。なお今日のですね道録は、またカルティベーターの YouTube の方でアップしますので、もう一回言葉を確認したいという方、それから遅く入られた方はぜひご覧いただきたいと思います。大変有意義な1時間半となりました。どうもありがとうございました。皆様それではさようなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、カルティベータというのは耕す人という意味です。文化のカルチャーという言葉も元はこのカルティベート、耕していくという言葉なんですね。ですからこのカルティベータは私たちの生活を豊かに、そして、実りあるものにしていくための基礎作り、耕していくということだと思っています。多くのサポーターの皆様に支えられています。サポーターシステム、こちらにございます。ぜひご参加いただけることを願ってやみません。また企業や団体の方からのサポートも
お待ちしております。